はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日は前回の取り方というふうに題してちょっと解説をね、やっていきたいというふうに思うんですけども、どういう人にこれ見てもらいたいかっていうと、私の攻めって絶対に手順は間違ってないんだけど、なんで前回いかないんだろうだったり、星にはいつも取れるんだけど、なんでか、まあ、施設がどっか残っちゃって最後前回いかないんだよなっていうことで悩んでる人にはね、ぜひ見てもらいたい動画だというふうに思いますので、ご覧いただければと思います。で、まあ、早速ね、動画を見ながらね、攻めを見ながら解説をやっていきたいと思うんですけども、まずね、見てもらいたいのはこれです。タウンホール10対タウンホール10の、まあ、攻撃なんですが、こんな村ですね。結構壁に囲まれた区画がいっぱいあって、そこを、クイヒーネクロボーラで攻めていくという、まあ、形ですね。で、この戦術、まずね、分かってもらいたいのは、手順に関してはもうほぼこれミスがないですね。完璧だと思います。まずクイヒーを一時方面から出していって、で、火力に対してね、しっかり見合ったヒーラーをつけてますね。で、さらにここ、ホグライダーで援軍を釣り出していって、で、これをクイヒーで処理という形が出来上がっています。これね、ユニットがネクロとまあボーラーっていう、まあ、基本陸主体なので、こういう対空ユニットが行っちゃったりすると、これ処理しきれなくなって大変なことになりますから、クイヒーでしっかり処理しておくということですね。で、処理し終わったクイヒーは時計回りに回るので、そこにちゃんと5霊からのウィズで、サイドカットをしています。で、このね、サイドカット中焦って、ウォールバスターとかここから出さずにね、サイドカットがしっかり終わるまで待ってから主力をこう入れていくというね、この手順で、さらに一歩間違えるとクイヒーがね、これ行き過ぎてこっちまで回しちゃったりするんですけど、それもなくね、しっかりクイヒーもこの区画の中に入ってきますね。で、これから出すネクロや、ボーラーという、この戦力の戦術の主力部隊もしっかりこう壁の中に入ってきます。で、これが、ヒーラーついてますんで、回復をさせながら、進軍してるんで粘り強いですよね。で、このボーラーたちもね、壁にこううまく囲まれた区画に全部こう入っていってるんで、霊に乗って暴れるんですが、ちょっとね、ここ見てもらいたいんですけど、これボーラーの岩ちょっと多いなって思いません？多すぎるというふうに私思ったんですよ。もうね、壊し終わってるんだけど、まだその岩が飛んでいくみたいな、完全に1個の施設に対して攻撃力がオーバーキルになってますよね。で、さあ、ボーラーが全部突入し終わって、一気に破壊尽くしたところで村全体見てみると、はい、ここが残ってますね。ここでボーラー出しをね、ジャンプとレイジでこっちに誘導したいっていう意図があったんですけども、結果的にはこいつらがこっちに滞留しちゃってね、ジャンプとレイジに乗らずに外回っちゃいましたよね。で、結論を言うと、このユニットがね、外周を回っている間に、残念ながらこいつらに撃たれて全滅してしまうと、まあ、全滅っていうか、まあ、時間切れかな、してしまうということになりました、この攻めはね。で、なぜね、こうなってしまったのかってことを考えたときに、ちょっと見てもらいたいんですけど、こんだけユニットここに余ってますよね。こいつらがもしも、ホグライダーだったらどうです？この辺全部壊してくれそうじゃないですか、こんなホグライダーいっぱいいたら。さらにね、さっきここでレイジとジャンプも、まあ、ちょっと残念な付け方になってしまったんで、まあ、結果的にはね、なってしまったんで、それヒーリングにしてたらもう完璧にこれホグで潰しきれますよね。で、今回のレランさんの攻撃も全開にじゃあ行かないのって言ったら行くかもしれないんですよ。思惑通りジャンプに乗ってこっち側にボーラが一気に流れたら、でもそれって結構運が絡みますよね。なので、この攻め方っていうのは星にはほぼ間違いなく取れるんだけども、前回はちょっと運がはらんできちゃう、運ゲー要素をはらむ攻め方になってるわけですよ。で、それをね、せずにきっちりと前回を取る攻め方をしたのがこのダマさんの攻撃。ちょっとこれ見てもらいたいんですが、タウンホール12からね、11へのまあ隠した掃除攻撃ではあるんですけども、考え方をちょっとぜひ参考にしてもらいたいというふうに思います。まあ、こういうね、四角が4つ並んだような陣に対してクイヒーディガーですね。で、注目したいのはこのホグライダー8体、こいつらをどっから出していくかっていうことなんですけども、まあ、さあ見ていきましょう。今回のね、この攻撃も非常に、まあ、打ち手自体はすごい的確で、クイヒーを中に入れるためのウォールブレーカーを出すタイミング、そしてこのレイジを使うタイミングと、まあ、もういろんなところのね、技術が非常にハイレベルなんですが、今回はそれもなんですけども、ちょっとね、プランニングの方に、注目をして見てもらいたいというふうに思います。
さあ6時方面からは、ネクロヒーラーで、サイドカットをこっちもやりながらね、ここからディガーをバーッと一気に全部17体かな出していきます。で、この上の区画っていうのは、まあ、クイーンだったり、グランドウォーデン、あとは、バーバリアンキングを使って削っていって、で、ここと端っこ側っていうのかな、反対側のこの隅、端地面はメクヒで潰す。でそれに挟めれるような形でディガーがこの壁を無視して前進していくという格好になってますね。でさあこれでもしもねユニットがここで打ち止めだった場合どうです？このまま勢いだけで全開いけると思いますかね？どこが残ると思いますか、この攻め方でいくと。で考えた時にダンマさんは多分ここが残っちゃうなっていう風に思ったと思うんですよね。でそれを潰すために持っていったのがこのホグライダーです。まあこれね、もしかしたら別に全部ディガーにしても、まあ、力の差があるんでね、ユニットのレベル差があるんで押し切れたかもしれません、かもしれませんが、シングルインフェルノに自分のアチャクイとか、まあ、ヒーローが全部やられてしまったり、でディガーがここになかなか入らずにね、こう外側をぐる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 回ってる間に防衛施設、まあ、インフェルノを中心とした防衛施設にやられちゃう、まあ、っていうようなねリスクがありそうだなって考えたと思うんで、ホグライダーを持ってったんですよね。でホグのホグがいるおかげで最大限にここの区画を破壊するのに、なんていうのかな、コスパが一番いいというか方法を取ることができましたよね。で、全部のユニットが出来残って、最後はもう時間もたっぷり、残しながらの全開ということになるわけです。でさ、今日のポイントをまとめていくと、まずね1点目はどこを何で壊すかっていう大雑把なプランニングを最初にやっておくっていうことですね。例えば今回のこの1回目見てもらったレランさんの攻撃で言えば、ネクロボーラーでここを全部こうブワーッとこう削っていこうという意図はもうとてもよくこの攻めから分かっていって、それを的確に実行するスキルも持ってらっしゃるということであれば、残るのはこっちですよね。じゃあここをどうやって破壊していきましょうか。なるべく運要素は払わせたくない、だったらホグライダーとか、壁をね無視して先に進めるバルーンとかね、そういうのを使って残った少ない防衛施設、まあ、でも多いんですけど、全体のこの防衛施設の数からしてみれば別にここだけってそんなに多くないじゃないですか。この少ない施設を潰すのにどれぐらいのユニットが必要かな、じゃあそれでホグライダー例えばじゃあ8体持ってこう、8体持っていくのに、減らさなきゃいけないから何かをね、今手持ちで持っているネクロとかジャイアンとか、あとは、ボーラーなんかを減らすことができないかな。でもそれだけが心もとないかな。じゃあレイジーを1個減らしてヒーリングにしようかなとかね、そういう風にやって、ただまあまあ減らしたボーラーとねネクロでこっちは破壊できるのかなどうかなっていうような大雑把な区画に合わせたプランニングをやっていく。でそのプランニングがしっかりできてくると全体をね無駄なくこう破壊していくことができるので、星にで止まっちゃうようなところっていうのは一気に全開にこうステップアップしていくわけなんですよ。やっぱりねこうたくさんのボーラーとかネクロを入れると、この攻めの主力はあくまでこのボーラーたちなんで、主力が安定するので確実にあの星にまで行けますよね。ただどうしてもねそこを失敗したくないから、主力をこう多めに入れるっていうケースは本当に非常に多いと思うんですけども、それをちょっとね勇気を出して減らしてどこか残ってしまいそうな、エリアですよ、あの施設じゃなくてもエリアで考えた方がいいと思います。これを潰すには何がいるかっていうことを考えていく。でその必要なね最後のこの余っちゃうところを壊すのに必要なユニットを持っていくために、じゃあどれだけ今手持ちの主力を減らせますかっていうこのバランスを考えるか考えないかでは全然全開の取れる角度が変わりますので、ぜひねここは星に止まっちゃうことが多い方は意識してもらいたいポイントだというふうに思います。なかなかこのバランスは取りにくいんですが、必ずね考えてやり続ければできますので、で最初から難しい場合には誰かの編成をそのまんままずは真似てみる、真似てから自分のものにしつつそれにアレンジを加えていくっていう方法でもいいと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。というところで、本日はこの辺りで失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。関西クラクラクラブにもぜひ遊びに来てください。それでは本日は失礼します。バイバイ。